ついにぶっ壊されたか、うちのチャンネルでも何度も紹介しておりました国鉄時代からの JR 九州熊本駅は、このように解体を今されているところで、そしてこれからまた新しく高架化されて、綺麗な駅舎が完成をする予定になっています。熊本市街中の交通を担うのは路面電車です。熊本も鹿児島も長崎も路面電車が重要です。北九州、小倉、あそこはモノレールですね。ドコモそうですけどね、路面電車ってめちゃくちゃ古いのがたまにありますよ。これもそうだった、床が木でできておりましたよ。今市役所前、熊本城の電停というのかな、バス停だから、バス停じゃないんで電停でいいはずですけど、1年半ぐらい前に熊本城来ましたね。あの時に市役所もなんか映したような気がしますけど、こっちこれ熊本市役所ね、立派なもんですね。これ新横浜の駅みたいな、新横浜駅の方が立派な気もしますけど、まあ、それはいいんですね。こっち側にあります、これが熊本城ですよ。JR 九州の熊本駅はですね、あれはちょっと駅から町の中心から離れておりまして、あんまり熊本駅からどこへ行って直接何をしてっていうような場所ではないんですね。路面電車に乗って町の中心部、まあ、ちょうどこの辺りとか、金島町とかね、そういうところへ行くか、もしくはあの水前寺というところまで、あの昔博多から直接特急が出ておりまして、でその水前寺の方まで行くのがまあ大体お決まりとなっていたようです。それが熊本の町の中心部で、これはお堀なわけでして、今でもこのようにこう川になって流れておりますけれど、お堀というのは天然のものじゃないと思うんですよね。この石垣、これがですね、有名な武者返しです。昔もこの石垣を紹介しましたよ、懐かしいですね。この石垣を登るのは大変難しい絶妙なですね、積み方をしておりまして、それであのお侍さんたちがこれを登ってお城を攻め落とそうとしても、まあ、簡単にはこう登ることができない、そんな複雑な形をしておりました。あのお菓子のね、こんな形のやつで、あの武者返しってこうパリパリする焼き菓子があるんですけど、それは熊本名物として知られています。この熊本城ですが、あの攻撃されたことがありまして、明治、10年でいいのかな、西南戦争の時にですね、ここに政府軍があの入りまして、それであの西郷軍と戦ったんですね。あのさっき数調べましたけど、政府軍が、新政府軍が4000人に対し、反乱軍、西郷軍が1万4000ということで、西郷軍の方が圧倒的に数が多かったんですけど、ついに熊本城を攻め落とすことはできなかったと。やっぱりそんだけね、この武者返しっていうのは役に立つということだったんですね。あのその時に何か書いてありましたけど、西郷隆盛さんがその時に、ね、あの嘆いたこととして、あのもうこれ別に政府軍が強かったんじゃなくて、このお城を作ったあの加藤清正が強かったんだよと、そういう風にね、あの西郷隆盛さんはおっしゃったんだそうです。これなんだか忘れましたけどね、熊本城の目の前にこんな感じ、これあれか、鶴屋か、そうですね、あの立派なデパートなんていうのもありまして、ここら辺がちょうど熊本のど真ん中という感じ。今でもね、昔ながらのそのお城の目の前のところにこういう大規模デパートに市役所に、それから、まあ、もちろん名所とか、こういうね、いろいろ揃ってますんで、とっても熊本はクラシックな街というイメージがあります。1年半前にも来ましたけどね、依然としてやはり熊本城は地震被害のため立ち入り禁止というところで、中を見ることはできません。昔からずっとこうなんですね。あの熊本城、かなりいろんなところがですね、もう壊れに壊れまくりまして、全て直すまで20年はかかるんだそうです。で、天守に関しては2020年までに直すということでしたから、だからあと、1年半ぐらい、来年の今頃にはですね、もう特別に、一般公開の一部スタートということをやるそうです。本当にすごかったな。これがね、もともとの被災前の状態だったらしいんですけど、これこんなになっちゃったらしいんですよ。ちょっとこれひどいなと。壊れてしまったものについてはちゃんとあの元通りに戻す時のために取ってあるそうですけれど、そんなだったのか、ちょっとびっくりですよね。天守はどれかな、今天守の修繕をやっていてものすごい状態になっているということだから、それだけ見ていきたいんですけど、ちょうどこの方面を向いたところに天守閣と書いてあります。あ、なるほどね、天守閣復旧整備工事のためその7って書いてありますけど、ここが今、なるほど、その石垣とかそういうのを組むための資材置き場になってるんですね。ここにもね、櫓があったんだそうですけど、このように壊れてしまっています。そして今ネットをかぶせてあって、万が一またさらに追加的な崩壊が起こっても大丈夫なようにとしてあります。そこの壊れたところにも植物が生えてましてね、もう地震の被害から随分時間が経ちつつあることを伺わせます。あっちは大丈夫だったんですね。なんか今にも落っこちそうな立ち方をしてますけど、このぐらいなら大丈夫なんだ。ちょっとやっぱ怖いんだろうな。まあ確かにいろんなところがこうやって見ると修復中というよりも、どっちかというと今すぐ壊れてもおかしくなさそうな感じにも見えますんで、これだったら確かに全部立ち入り禁止なのも当たり前って感じはしますよね。初めて見たこういう看板、地震で崩壊した石材を回収しています。回収していますってそういう書き方もあるんだ。工事をしていますだったらね、それも見ますけど、まず回収するのも、それも一応工事屋さんの仕事か、それそうですね。あそこになんか、なんて開かずの櫓みたいなのがあったらしいんですけれど、それも完全に崩れてしまったんだそうです。おー、見えるぞ、これか。ちょっとだけですけどね、
今もう店主が早速っていうか、まあかなり長いことやってるんでしょうけれど、クレーンでもって修繕をしているその姿が見えます。ここの店主はですね、もうずいぶん昔に亡くなりまして、それを1960年にまた作ったんだそうです。鉄筋コンクリート製の店主。ただ他の櫓とかはかなり昔から残っているものもあります。なんだかもう全く近づくことさえ許されなさそうな熊本城ですけれども、実はね、ちょっとだけ入れるところがあるんだそうですね。私もここから行きたいなと思ってたんですけど、なんかいろいろ書いてあるな。まあこれいいや。時間が実はそこまではないのでね、また今回の寝台特急が遅れてね、私がその遅れたんだったらもっと早い別の早起きすればその遅れは回復できたんですけど、死んでも早起きなんかするもんかと思って、それでこの熊本のね、田んぼの時間を削りましたんで、1時間半ぐらいしか熊本市内にはいられないんですけど、まあそういうわけでね、時間がなくなっちゃったんで、あんまり見ていくことはできないんですが、お、見える見える、この店主のね、その直していくその姿だけ見て帰りましょう。まあ多分もう視聴者の皆さんはサムネイルでご覧になってると思うんですけどね、これ幸いなことにね、どっちにしろ店主とか中の方には今入れないんだから、それほど時間もかからなくて好都合というわけですね。道のあちこちがまだまだこんな仮復旧って感じですけど、ともかくすぐお城の目の前に着きました。お城っていうか天守の目の前ね。前に来た時はね、もうちょっと形がしっかり残っていたんですけど、一旦外側を剥がして、それで多分また補強して付け直すとか、まあ、そういうことをやってるんでしょうね。それで根本的な支柱の部分がここには確かに石の部分が残っているようには見えますけれど、でも一旦もう外側がなくて、なんだかまるで素人目には完全に新しく熊本城をもう一度作っているかのように見えます。最新の技術でね、なかなか面白い光景で、これは被災した熊本には非常に失礼な言い方になるだろうから、なるべく注意して発言しようとは思いますが、ただ地震をきっかけにしてこういった珍しいものを見ることができたということに関してだけは、これはね、いい貴重な機会を得たなと思います。でもやっぱり、なるほど、確かにこれがあと30年もかかると、あと20年もかかるというのも納得。このようにあちこちのところにまだまだ傷跡はかなり色濃く残っているようです。いいですか？特にこれですよね。これがね、完全にこう宙に浮いているように見えるっていうのがなかなかすごいな。こんなに大掛かりなお城の修復の工事なんてもの、間近で見ることはなかなかできないですから。姫路のお城も姫路城修復ってやってましたけど、こんな感じには公開されてなかったですよね。箱の中に入ってましたよ。ここはね、加藤清正を祀った加藤神社っていうのかな、もともとそういうところなんです。最初の城主さんが加藤清正だったのかなと思いますけど、築城したのが多分そうなんですね。私すみません、あんまりよく分かってないんですが、その当時からの建物がここに残っていて、これは一度も燃えても壊れてもいないお城、400年前からずっとここに残っているそうです。こんだけ苦難を受けているところでね、私が気楽に観光だけして、ああ面白かったってんで、ただで帰るとなんかちょっと悪いような気がしますんでね、義援金の箱がありましてね、ちゃんとこれ毎年毎年市長に届けてますよって書いてありましたから、1000円だけ入れてくることにしました。武者返しを誇る立派なお城、このようにまだまだ復興まで道半ばという感じですが、まあ、しかしその分ね、今度来たらばここはこのように変わってるなと見るたびに姿を変えますので、それはそれでたびたび訪れる楽しみが、まあ、今としてはその面ではあるかもしれません。そんなところです。熊本へ来た時にはぜひ街の真ん中にありまして、アクセスもいいと思いますので、お達しになられるとよろしいでしょう。よかったけど、しかし時間がもともとあんまなかったんでね、あと35分で新幹線が出ますから、まあ、それに間に合わなくても別に問題はないっちゃないんですけど、一応予約してた新幹線はそれなので、タクシーでもいいけど路面電車で一応熊本駅まで10分ということになってますからね、間に合うんじゃないですか。ただ路面電車ってのもね、こう時間がなんかどれほど早いのかっていうのはいつもね、首をかしげながら利用してるんですけど、函館でもなんかこう走った方が早いんじゃないかと思うことあったしね、熊本もなんかちょっとそんな感じしましたよ。でも路面電車いつでもそれに混んでるんですよね。まあ、そんだけみんなの市民の足として活用されてるのは、長崎も熊本も鹿児島もいいことではあると思いますよ。しかし熊本県もね、くまモンといういいキャラクターがあってまだ良かったですよね。この震災の時も頑張ろう熊本の象徴にいろいろと活躍したんじゃないですか。まあ今でも活躍中というべきでしょうか。最初はなだらかな角度でなんとなく登れそうだなと思わせておいて、結局垂直になってしまうので、敵の侵入はことごとく暴いてきた。敵の武者返しもここにこのように
すぐ見やすいところにあります。まあ、この角度を見て、おお、これが武者返しのカーブ、うねりかと、そう思いながらですね、動かして武者返しを食べるのが私の夢でしたが、まだ実現していません。まあ、せいぜい熊本駅で売っていたら小さいのを買って帰って、そして九州新幹線、次の目的地、鹿児島までの間に食べることにしたいと思います。お地蔵さんみたいになりますけど、ちょっとこれひどいんじゃないのかな。飲み残しの缶というのはこれよくありませんね。まあ別に仏教徒ではないですけど、お茶は新品を備えているようですけどね。寒いんですねって感じ。これもちょっとな。よかった、ちょうどね路面電車側の信号が赤になりましたんで、あそこで止まっているのに乗れそうですよ。新幹線発車の5分前には熊本の駅に帰ってきました。武者返しのお菓子を買っていこうと思ってるんですけど、ただね、私がイメージしてたのとっていうか、私が知ってたのと違いましたね。多分勘違いだったんだと思いますが、武者返しってな、パリパリしたなんかせんべいみたいなね、瓦せんべいみたいなやつだったの。そう、全然そうじゃなくてね、パイ生地みたいなやつ、こうバターの香りとかそういうやつだったみたいです。さすがに橋山であともうあと2分ぐらい切っちゃいましたんで、武者返し買うのは諦めましたね。あんな福岡で手に入ってないですか。そんなことないのかな。大体なんかそういうのってね、その地方の中心のところへ行けば他の地方のお土産物みたいなの売ってるイメージありますけど、こういうね、もう武者返しは諦めても大丈夫ですよ。橋山であと桜407号が今ほんまに入ってきたところです。これで熊本の街を去ることになりますが、最後に一言、ミスター横浜国大熊本くん優勝おめでとうということですね。九州新幹線、あっちは新800系って言うんでしたっけ。まあ何でもいいや。九州新幹線の指定席は豪華なのでね、500円払ってでもちょっといい椅子に座ることができます。1時間か。